はい、皆さんこんにちは、レミです。今回はですね、事前にインスタのストーリーで質問を募集していたので、それにお答えしていきたいと思います。たくさんいただいてありがとうございます。それでは早速いってみましょう。はい、まず一つ目、ペンちゃんのお名前の由来を教えてくださいということで、レミの名前の漢字をどうしても使いたくて、でその名前の一文字を取って何かいいのないかなって調べて、でそれの名字と合わせて画数とか自分の家族とか主人の家族とかにも候補選んでもらって決まったっていう感じです。いやもうね、我ながらにめちゃくちゃいい名前だなと思って、自分でもう自画自賛っていうか、最初きょんちゃんから反対されとって、ちょっとそれはみたいな感じやったんやけど、今はもうなんかもうそれしか考えられんみたいな、もうマジでその名前ぴったりみたいな感じで、てんちゃんっていうニックネームの呼び名は、まあ天使とかその名前の由来にちょっと関係してるっていう感じですね。レミニャンの初恋のお話を聞いてみたいです。それ気になる気になる、初恋気になっちゃう。初恋って何歳からなの？物心ついてからっていうことだとしたら、小学校かになるけど、一番記憶にあって最初に好きやったなーって思い出す人は、保育園の時の同じクラスの正則くんっていう、未だに覚えてる。坊主で眉毛が濃くて、鼻が高くて、なんか唇がポテッとしてて、目もね、くっきり二重でパチッとしてて、なんかもう顔が超ドタイプで、もう正則くんちゅーみたいな、正則くんちゅー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 みたいな感じで毎日追いかけ回して、先生にもうやめなさい、レミちゃんやめなさいって言って怒られて、それでもなんかもう好き好き牛ちゅーみたいな、子供だからこそできるみたいなね、何回唇にチューできるかみたいな感じ。あー、黒歴史。それがね、記憶にあって毎日追っかけ回しました。スキンケアとヘアケアが知りたいです。レミニャンのスキンケアを教えてください。おすすめのスキンケアパックを教えてください。レミニャンのお肌がゆで卵みたいで綺麗だなって思ってるんですけど、秘訣はありますか？たくさんスキンケア関連の、質問をいただいておりますので、今度ね、ちゃんと別の動画で一本の動画としてスキンケアアイテム、今使ってるものとかおすすめのものをご紹介したいと思います。ありがとうございます。今乗ってる車と歴代乗ってきた車が知りたいです。この質問は意外でした。車、まあ好きな人は気になるよね。自分が持ってる車は担当が今まで1個しかない。免許取るのがね、遅かったよね、割と。23とかで取ったんかな。今30だけど、そう、タントが3年ぐらい乗ってたかな。それ以外は、きょんちゃんの車一緒に乗ってるっていう感じだったから、きょんちゃんの車で言うと、エクストレイル、フィット、あと何だったかな、もう一個あったんだよね。ロングストリートじゃなくて、なんだっけ、ロングセラフィー、違う。出てこないけど、きょんちゃん4、5台乗ってるね。うん。今乗ってるやつはライズです。トヨタのライズ。福岡在住です。もしレミニャン見かけたら声かけても大丈夫でしょうか？バリバリかけてください。もう全然かけて、私が一人の時も、家族といる時も、友達といる時も全然 OK やけど、動画が全てとは思わないでほしい。結構ドスッピンで、もうだるぎで歩いてる時とか、もうマジでなんか、動画と違うじゃんって幻滅されたら悲しいんだけど、そう、なんか結構ね、普段外歩いてる時は、気抜いてる状態が多いから、あんまり気合入れてこうやってがっつりメイクして出かけるってこともないし、そう、だからそれがちょっと心配なんだけど、声は全然かけて、いっぱいお話ししましょう。レミニャン、今も東方神起推してますか？もう卒業いたしました。はい、もうチャンミンが大好きで、ユナも大好きだったけどね、2人の時の東新規が大好きで、めっちゃライブ行ったりグッズ買ったりね、いろいろしてたんだけど、なんか女の子の K-POP の方に今ハマっちゃって、男の子よりは女の子の、グループの方が好きで、今そっちを結構普段聞いたりとか、ライブ行きたいなーって思ってます。もうすぐ2歳の子がいるのですが、てんちゃんのイヤイヤ期どうやって乗り越えましたか？もうね、主人の実家に預けて頼ったりとか、もう基本あんまり構わない。構いすぎると、なんか泣いたらなんかしてもらえるって思っちゃうとか、
なんかこういやいやって言ってわがまま言ったら聞いてもらえるって思われるのも嫌だったから、もう放置、うん、あまりにもひどい時は放置、ちょっと気分転換にどっかお散歩行こっかとか言って機嫌を直してもらえるようにしたりとか、てんちゃんの好きなおもちゃで遊んであげるとか、なんか好きなもの食べさせたりとかして一旦泣き止ませて、でまあそれでもいやいや言ってわがまま誘導だったらもうしばらく放置、うん、あんまり構いすぎないっていうことをしてましたね。じゃないと自分がもういっぱいいっぱいになってストレスもたまるし疲れちゃうし、やっぱり母親が一番ね健康で精神状態もねちゃんと通常通りできてた方が、追い詰められてわーってなるよりはね接し方とかも変わってくると思うんで、まあでもそれもできなかった時もリミ結構あったけどね、なるべくこうねきょんちゃんお願いみたいな感じで頼んだりとか、二人っきりで自分しかいない時はもう、うん、どうしようもない時はもう泣かせとく、まあ、そんな感じで、うん、なるようになれって感じで義両親っていうのかな、義両親とうまくいく秘訣はありますかっていうことで、なんだろう、でもうちはめっちゃうまくいってますね。めちゃくちゃ気に入られてすごい私に優しくしてくれるし、たくさんなんかお土産買ってきてくれたりとか会いに来てくれたりするし、本当にそこはねありがたいなと思ってて、でもなんだろう、結婚した当初からすごい向こうが親切というか積極的に接してくれたというか、それに応えるみたいな、あんまり自分からいっぱい話さないかも、なんか向こうから質問投げかけてくれたら話すけど、あんまりこう無理して接しようとして自分から話すっていうこともしてないから、向こうの両親がすごい、うん、ただいい人なのかもしれない、まあ、たまにねちょっとお母さんの方からチクッとする言葉言われたりとか、うん、悪気ないんだけど、なんか天然みたいで、きょんちゃんが言うには天然だからちょっと抜けてるとこがあるし、思ったことこう何も考えず発しちゃうから、傷つくこともあるかもしれないっていう風に言われてて、まあそういう時も結構ある、うん、正直ある、うん、イラッとすることもなんでそんな風に言うのかなっていうこともあるけど、会いたくないとか全然ないし、ただ二人きりとかはちょっと無理かも一緒に買い物行ったりとか、うん、ご飯食べ行ったりとかそういうのはできない、ちょっとこっちが身構えちゃう、緊張しちゃうし気使うので疲れちゃうから、まあ向こうも誘ってこないけど、もし誘われたとしたらなんとか断りたいみたいな、うまくいく秘訣ってなんだろう、仲良くなろうとしすぎないってことでいいんじゃないかな、うん、必要以上に接しない、好きになりすぎず嫌いにもなりすぎず、ちょうどいい距離感で当たり障りない感じで、でもどうなんだろう、難しいよね、なんか気使ってます感が欲しいですよっていう人もいるじゃないですか、なんかちゃんと私のこと気遣ってよみたいな人もいるかもしれないし、逆にあんまりもう別に気づかなくていいよ、ラフでいいよ、素で接してっていう人もいるが、その人の両親、ご両親のなんかその対応のね人それぞれあると思うから、まあ、そこは様子見ながら、あんま接しない方がいいかなと思ったら必要以上に行かなくていいと思うし、まあね、うん、うまくそこで付き合っていければいいかなっていう感じだけどね、難しいですよね、私も正解わかんないです、死にたいわけじゃないけど生きる気力がないです、めちゃくちゃわかります、もうレミもマジでそんなんだった、毎日もう本当に毎日死に、まあレミは死にたいと思ってたな、うん、結構死にたい、消えたい、もうやめたい、頑張りたくない、生きるの辛いって思ってた、うん、やっぱね一人じゃダメだと思う、周りの支えがあって生きていけると思う、一人で生きていける人もいるかもしれないけど、レミは一人で生きていけない、絶対に、やっぱキョンちゃんの支えが一番でかいですね、もしキョンちゃんが鬱になったとしたら、レミは全力で支えたいって、恩返ししたいと思うほどたくさん鬱で苦しんでる時に支えてもらったから、今すごいこう右肩上がりで良くなってきてるんだけど、そうなれたのも生きようと頑張ろうと、もう一度やってみようって思えるようになったのもきょんちゃんの支えでね、本当にありがたい、あとてんちゃんのね癒し、てんちゃんがどんどん成長してって喋れるようになって、意思疎通ができて、おしゃべりもできて、一緒に時間を共有できてみたいなのもできるようになって、子育てって楽しいなって、うん、初めてね
心の底から泣けるほど愛おしいって思えるようになった時に、あ、てんちゃんのために家族のために死んじゃダメだって、あと犬ワンワンのね存在もありますね。てんちゃんはね、ワンちゃん、私がもし死んじゃったとしてもきょんちゃんとかうちの実家とかきょんちゃんの実家にも見てもらえる人がいるんですよ。まあ最悪ね。けど犬はね、ウニとパインを見てくれる人は誰もいないの。もう里親に出すとかしか考える、方法ないね。誰もいない、身内で見てくれる人が。だからそう考えた時に、私が死んじゃったら生きていけなくなっちゃうと思って、ワンワンが飼い主としての責任もそうだし、そんなね自分勝手なことできないと思って、やっぱりこう守るべきものがあるっていうことは大事なんだなって思いましたね。そのために自分が這い上がって生きていかないといけない、やるしかないみたいなやっぱりこう自分の体調が良くなってきて、いろいろできるようにまたなってきた時に、この先に幸せな未来、楽しい未来がもし待ってるんだとしたら、そのために今一生懸命生きたいと思えるようになったから、何かきっかけがあったらいいね。そういうきっかけが自分で見つけていくのとかは大変だと思うから、まあ、趣味でね、これこの楽しい時間を過ごすために生きるとかね、例えば美味しいものを食べるために生きるとか、そんなちっちゃいことでもいいと思う。もう絶望にいる時ってね、そんなにポジティブに考えられないのもすごいわかるし、なんか脳の思考が勝手にね悪い方向に行っちゃうんだよね。それを自分でこう制御しようとするのも難しいし、今はもうなんか無理に元気出そうとしなくていいし、頑張ろうとしなくていいと思う。無理やりね焦って何かしよう頑張ろうって思ったら余計にひどくなっちゃうからね。レミ一回それで落ちて再発しちゃったから、そう、とりあえず明日まで生きよう、とりあえず明日また頑張ろう、とりあえず今日生きようって、そんなちっちゃなことでもいいからね。あ、レミのために生きてくれたら嬉しいな違うか、それは違うか。何かちょっとでもいいから生きるきっかけを見つけられたらいいなって思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回の質問は以上になります。じゃあまた次の動画も見てね。バイバーイ。